1997年に内モンゴル人民革命党ってアメリカで結成するとき、この旗を自分の党の旗にしたっていうことです。でそれから、南モンゴルクリュー隊できてから、この旗を南モンゴルクリュー隊の旗にして、実はこの旗は今海外で運動してる全ての南モンゴル人の、旗になってますね。これは南モンゴルの自由民主運動の旗であるということは言える。でそうすればこの南モンゴルっていうのはどういうことか、今言われているこの内モンゴル自治区とどういう違いがあるか、あるいはモンゴル本来の意味でのモンゴルっていうのはどういうことかっていう、この地図から簡単に分かれます。一番黄色で書かれているあの地図はモンゴルのもともとの形ですね。真ん中にあるのは今のモンゴル国、その南にあるのは内モンゴル自治区および今新疆ウイグル自治区で、中国の青海省っていう北濃っていうモンゴル語で言うんですけど、で甘粛省あたりのモンゴル人のことをこの真ん中の地図から見ると一番分かりやすいですね。今の中国の中で実は内モンゴルこの赤色の自治区だけではないですね。でも周りにモンゴル地域いっぱいあります。で遼寧省や吉林省黒竜省の中にモンゴル自治県っていうのもあります。で甘粛省にも青海省にもこういうモンゴル自治州モンゴル自治県で、新疆ウイグル自治区の黒く見えてるこういう地域をモンゴル人の、バインゴモンゴル自治州とポルタルモンゴル自治州で2つありまして、それ以外にまだホブクセルモンゴル人自治県ともありますね。だからこう見て分かりますように、私たちなぜ内モンゴル自治区って嫌うかっていうことを、なぜ私たち自分を南モンゴル人っていうかっていうことはいくつかの意味がありますね。まず先ほど三浦さんもおっしゃった通り、内っていう言葉自体がその正式な適切な表現ではない、これは一つで、この中国の言ってる内モンゴル自治区だけではモンゴル人の地域ではない、私たちの主張しているのはその周りの全てのモンゴル人暮らしている地域、中国の支配下にある地域を、私たちは、南モンゴルって言ってる、で主張してる、そこに暮らしてるモンゴル人の自由と人権と彼らの、私たちの同胞でありますから、この独立のため私たちは頑張ってるっていうことですね。で簡単にこういうふうに、説明しておきたい。でこの皆さんに、配ったこの手元にあるこのモンゴル人ジェノサイドに関する基礎資料というのは、文化大学の時、中国の文化大学の時に、中国共産党政権、もちろん中国人の人たちも加担してこのモンゴル人を拷問して殺したっていう事件ですね。それをこっちは今それを私は話すんじゃなくて、この資料お家に持って帰って、興味あれば、ゆっくり読んでみれば分かります。で今私ここで話したいのは最近の南モンゴルで起こっていることですね。これ文化大学の時はジェノサイドを起こしてモンゴル人の肉体的に拷問殺害をしたっていう、これは言うまでもないジェノサイドであります。そうすれば今南モンゴルで起こっているのは何かというと、それは文化的ジェノサイドってよく言われるし、この言葉自体が、定着しつつある。何を言ってるかというと、このモンゴル人のその文化あるいは言語あるいは歴史あるいは精神に対するジェノサイドっていうことですね。でこれ具体的に言うと、このここにあるこの写真は私の生まれ育ったアルホルチュンっていう内モンゴル自治区赤宝市アルホルチュン旗っていうんですね、あそこのモンゴル人中学校の、風景の写真ですね。これが、去年の秋頃モンゴル語を廃止して代わりに中国語で教育するっていう小中学校の、数値が出た後の
ことですね。これはその時にモンゴル人の保護者たち、もちろん学生たち、特に中高生、小学校は小学生はあまり物事分かんないから、中高生はすごい反発があった。学校から逃げるとか、逃げてクラスごと山の中に入っていくとか、いろいろあったね。もちろん保護者たちは学校の前に行って、学校にもすでに行っていることを子どもを連れ返してっていう運動、あるいは子どもたちは学校に行かせない、こういう中央保護では私たちは教育させない、させたくないっていうことは、去年の秋、まあ実は6月からこういうことが話が出てから、ずっとこういう運動が9月終わるまで続けたんですね。今はまあ鎮圧されて、まあ静かになっているようですけれども、そのことの中で政府側とこの警察側、モンゴル人の保護者たち、あるいはその学校の教師たちにどういうことをやってるかっていうと、まあ何回も何回も会議して、こういう政府の政策をまあ教育してるんですね。まず学校の先生たちに、教師たちに教えてる、教育してる、威嚇してる。でこれはこの写真ですね。こう見ると警察が5人6人並んで、こっちにこう6人の先生を座らせて、で政府の政策をプロジェクトを説明してるっていうか、実はこの教育の問題っていうのは警察入ってくることは全く、まあ民主国家においては多分ありえない話ですね。警察なんで先生に教育のことを教えるかっていう、どうやって考えてもちょっと理解しにくいっていうこと。ただこの中国のような独裁国家ではそれは普通、それは理解一番できる。警察は全てを握る、政府ももちろん全てを握って、警察はその先に手先になって全てを生かすものであるっていう。だから教育の問題でも警察が入ってくるというのは、この写真から見ても分かりますね。その当時はこの保護者の家に行って、昼行くのはあるんですけど、ほとんど学生を夜の深夜の12時に家に行って学生を連れ去る、あるいは保護者を連れ去って拘束して帰っていくっていうようなことはよく起こりました。その当時の統計では、この反対運動には30万人関わったっていうデータがありますね。でその中から 10万人じゃなくて1万人がもう警察に拘束されて、一部はもう再教育されて家に家に戻ったっていうこと、一部は未だに戻ってない、刑務所かどっかにある、あるいは行方不明っていう形ですね。実はその統計は大雑把な統計なんですけれども、それ以外にもこの日本在住の研究している方たちが、これをちょっとフィールド調査少しやったことある、内モンゴル自治区の東部地域で、その村、一つの村ってありますね、モンゴル人の村、そこから少なくともその当時、去年の9月10月11月あたりは一つの村から少なくとも10から15人が拘束されて警察に、連れ去られてるっていう。それは一つは目的はこういう再教育する、政府の方針を伝える、お前子どもたちを学校に行かせないと、職を持ってる人はもちろん職を失うっていうのは、まあ、今までよくありましたし今もありますし、で普通の牧畜民だったら、農民だったらローン借金ということで、もう暮らしていけなくなっちゃうっていう、そういうことがところで追い詰めていくっていう具体的なデータありますね。そう簡単に計算してみると、この10から15人っていうとその村って考えると、少なくとも南モンゴル全体的に考えてみると1万人っていうのは明らかに少ない、それよりもっとはるかに多い、多くのモンゴル人たちが拘束されてたっていうことですね。だからこういう会議中にモンゴル人の教師がもう気を失う、気絶するっていうようなことも何回も起こったっていう写真も、そのビデオもインターネットで流れてた、その当時の話を。そうですね、普通のこの会議中に気絶するっていうのはよほどのことが起こってるっていうことを想像はできるんですね。で右側のこの写真は
保護者、お母さんたち。で、そう、中国は技術はすごい発達してる。日本の技術も入れてるって。ウイグル自治区でよくある、その、防犯カメラじゃなくて監視カメラですね。町中にある監視カメラで、南モンゴルでも全く同じようなことをやってたんですね。これはちょっとだけですけど、もっと広い、その、これはみんな警察局から出しているデータですね。こういう人たちが社会の秩序を乱らしたとか、いろいろテロやろうとしている可能性があろうとか、疑いがあろうとか、いろいろな理由をつけて、こういう保護者たちを捕まっていく。で、こんなことは、まあ、今、ウイグルで、まあ、よくある、ウイグルのことを世界中よく知られているということですけれども、実は我々の南モンゴルでも全く同じようなことは起こっているということです。で、これが去年の秋、冬にわたって、今年に入ってきたから、こういうことはやっているということですね。中国共産党、みんなの、ご存知の通り、今年は結党100周年になりますね。そのためにもうだいぶ前から、今年に入ってからすぐそのいろいろな祝いのイベントをやってる。で、例えばこのいくつかの写真ですけれども、いくつかの学校の中の写真のイベントですね。3日から見ると、その永遠に共産党についていくっていうタイトルのもとで、何をやってるかっていうこと、中国共産党、この 100年の中で、この中国人にどんだけ幸せをもたらしたかっていう、その素晴らしい物語を語るっていう、この大会みたいですね。その後ろで書いてるのは、こういうことは内モンゴル自治区の公安名っていう、昔満州国の時公安総省ってあったんですね。そのところは今は公安名っていうところ、そこの、中学校小学校中高生の試合ですね、大会です。鮮明のこういうことを、子供たちに歌わしてる、まあ教えてるっていうことですね。で、その上の写真、これも同じようにこの100周年を、賛美するイベントですね。これはスーリョ市、もともとジリムメってジャルガさんのふるさとですね、の、中学校で、こういう内容はすごい、これは言ってるんですね。学生たちにやっぱりこの中国語で教育する、モンゴル語を廃止するだけじゃなくて、その精神的に心の中からこの共産党は素晴らしいだよ、共産党こそあんたたちに幸せをもたらしたっていうことを子どものところからこの頭の中に植え付けるっていう、そういう教育をやってる。いわば洗脳教育ですね。で、それだけじゃなくて、その下のこの写真はもっとこの面白い、書いてるのはモンゴル人と漢人は家族だよっていう、共産党なければあんたたちはもうこの昔のような苦しい生活を送ってたっていうようなことをずっと毎日教えてるっていうことですね。そういうことで、ここはこの現状はどうなってるかということを、ちょっと2つの写真から分かりますね。去年の9月1日から、モンゴル教育を歴史、政治、国語を中国語で、授業を入る。で、そのためにモンゴル語の教科書はどこ行くかというと、ゴミはですね、これはつい最近の、これはみんな教科書ですね、ゴミ場に行ってるっていうことですね。で、右側の写真はこの3つの写真ですね、6枚あるんですけれども、同じところは去年と今年どういうふうに変わっていったかということを、ちゃんと、写真で見ることができますね。去年はまだこの言語問題起きる前は、この学校校舎のこの壁にモンゴル語で、自分のモンゴル文化を称えた、賛美した詩が
書かれてたんですね、縦書きのあれで。今年に入ってからその壁が塗り変われて、何になったかというと、中華、ね、なんて言ってるかというと、中華思想の共同体意識をきちんと植え付けようというような、まあ、直訳するとね、そういう意味ですね。そういうふうに変えたんですね。それだけがなんかモンゴル語と中国語で平等に書いてくれてる。だから中国語分からなくてもそういうことをやってるっていうこと、できればもちろん中国語でやりたい。で、下はそのこう学校の正門ですね。正門の前でその黄色で書かれてるのはモンゴルっていう、あのモンゴル語の文字です。モンゴルという文字、それをあの今は全部消しておいたんですね。もちろんこれはここにまたモンゴル語を書くわけはない。中国人は何らかの中国語で何を宣伝するかは分かりませんけど、そういう準備はしてるんですね。で、下の2枚の写真はそのモンゴル人が学校、モンゴル人の学校で子どもたちが書をなんかもらうとき、ちゃんとモンゴル人の着物を着てきちんとした体制で受け取ってたんですよね。今はその書を受け取るとき、何を着てるかというと、この右側の写真ですね。それはあの20年代後半、30年代中心にあの共産党軍の軍服ですね。日本語で何というかあんまり正式な名前わからないけど、軍人の着てた服を、そう、こういうことを今ネット上でよくあります。新疆ウイグル自治区でもこういう学校の中で学生たちにこういう服装、あるいはあの緑色のあの軍の服を着かせて教育するっていう、こういう本当に外から中まで全部変えていくっていうのは今中学校のやってる、それで中華民族にしようっていう、新しい民族にしようっていうのは今の中国の一番宣伝力入れてやってることですね。で、あのこの2枚の写真、一つはモンゴルの学校、もう一つはあのよく注目は集めてる新疆ウイグル自治区のウイグル人の収容所ですね、強制収容所ですね。私ここで言いたいのは、この2つはなぜ並べたかというと、今この新疆ウイグル自治区でウイグル人はもう100件何百件の収容所を作って何百万人って言われてるんですよね。少なくとも100万人以上は確かに多分いられてるという、この何年間の間で、これ強制収容所、昔のあのナチスのユダヤ人を入れたように似たようなものですね。で、南モンゴルではもちろんそういうことは多分明らかになってない、分かんない。ただ南モンゴルでやってることっていうのは実は本質は一緒ですね。こういう学生たちにこの軍服を、今の中国の軍人の服を着かせて授業をさせてる、そういう教育をしてるっていうこと、実はこの名前は学科ですけれども本質的には収容所と全く変わりがないっていうことですね。だからウイグル人もモンゴル人ももちろんチベット人もまあ一緒ですね。ただそれがどのぐらい世界の注目を浴びてるか引いてるかっていうこと、今ウイグルはすごいあのアメリカからも非難、あるいは人権法ジェノサイドって認定っていろいろありますね。 EU もそうですけれども、ただ南モンゴルのことはそれほどではない、比べることはないですね。もう全く知名度っていうか認識されてないって、日本でさえ、まあ、南モンゴルを応援する議員連盟までできてる上に、その日本人に本当にこのことはちゃんと知られてるかっていうと全然できてないですね。これは私たちの、まあ、至ってないところ、活動はまだまだこれからっていうことですね。だから私はこの、まあ、この大きな話題を、議題をどういうふうに、私たちこれからこの南モンゴルの運動をどういうふうに進めていけば、
どういうふうに私たちの運動をより広く、より深く、より日本人に、あるいは世界中に知ってもらうために、どういうことを具体的にやらないといけないかと、まあ一人の南モンゴル人として活動している人として、考えたことをちょこっと並べておいたんですけれども、南モンゴル運動っていうのは実は独立運動って、先ほども言ったように結論から見るとそうですね、1910年代から20年代30年代40年代全く独立運動ですね。でその後に内モンゴルの一つの内モンゴル自治区っていう一部に、中国の一部になって、そこからはその自治区の中で自治、どうやって自分たち中国人の約束してくれた高等な自治を勝ち取るっていうことを頑張ってやろうとしたんですね。50年代40年代後半から50年代60年代まで、文化大革命始めるまでは、まあ、自治運動っていうか、ちゃんと自分たちの権利を守ろう、中国の憲法に基づいてっていう、政府側のモンゴル人の官僚たちの戦ったっていうか頑張った、こういうことを私たちは自治運動ってもまとめることはできる。でその3番目で南モンゴルで何が起こったかというと、1981年、その当時は、まあ、多分文化大革命終わってから中国本土ではその学生っていうのは政府に対する不満抗議を行ったのは実は南モンゴルの大学生たちですね。1981年に内モンゴルの大学の大学生たち、一部の高校生たちも加わったんですね。そういう運動を起こした。それが何かというと、文化大学が終わった後に内モンゴル自治区にまたそのいっぱい入っていた中国人の上にまだ200万人の中国人を入れようというのは、中国共産党中央政府の第28号文献ってありますね。その公文書の内容、中身、もう一つはその公文書の中身のもう一つ重要点は、内モンゴル自治区ではみんな平等であるべきである、モンゴル人だけじゃなくてそこに暮らしている中国人も平等、モンゴル人と全く同じ平等であるべきであるというような内容が含まれている。これはなんで、モンゴル人のその反発を起こしたかというと、その当時でもう中国人というのはモンゴル人よりはるかに上です。今は8割って言ってるけど、その当時も7割ぐらいはきっとあったんですね。だからみんな平等って言うと、言ったらもうモンゴル人はどこでも生きていけなくなるっていうすごい危機感を持った。もう分それはもっともっと文化大学のすぐ後だから、その文化大学もみんな自分で通してた人たちだから分かる。だからその時の大学生、今ドイツに住んでるクルルタの会長のピョンチルトさんを中心にした学生運動は2ヶ月以上、70日ですね、9月から11月20日まで続けた、内モンゴル全体的に引き起こしたそういう学生運動が、行われました。その代表者たちは中央北京まで行って、要請したっていう、中央政府にっていうすごい大きな運動がありましたんですね。その時からやっぱりこの今のその海外運動っていうのをつながってるということですね。なぜかというと、その時の一部の人は、まあもちろんほとんどの人地元でいる、ただ一部の人はそこで危険にさらされて海外に逃げていったというのは、テムチルトさんのような方々ですね。彼らが海外に出てきてから南モンゴルのこの運動の海外での始まりって言えるんですね。これはモンゴルを通ってドイツ、あるいは直接アメリカに留学に行って、あるいはヨーロッパに行ったということが、それは先ほど言ったような1997年に内モンゴル人民党を作ったのはその一回ですね。それから海外での南モンゴル人が自分たち のモンゴル人の本当の意味での自由を勝ち取るっていう、そのために現状を世界中に訴えるっていうことは海外で起こったっていうことですね。でその市民運動っていうのは80年代に
学生運動が起こった。その当時もちろんモンゴル人 の、 あの一般人、農民、牧畜務員はそれほど抗議は、政府に対する不満抗議は言えなかったんですね。ただ最近になって、あの学生知識人じゃなくて一般の人の抗議が多いんですね。これは今の南モンゴルでのその運動の変化っていうか、まあ片面から見ると学生運動から一般市民運動に変わったっていうこと、もう一個はこれは何を語ってるかっていうと、この中国の正式な職を持ってる、あるいは教師、教大学だったら教授、あるいはあの市役所、役所の役員たちっていうのは政府から給料をもらってる。だからそういう人を中国人のその中から一部を自分の味方にするっていうのは中国政府のやり方ですね。それで知識人は物事言えなくなるということは、まあ今の南モンゴルの現状である。ただそれが問題なくなったかっていうとそうではないんですね。実際にその牧畜民、農民たちの土地が奪われる、環境が破壊されるっていうのは今一番行っていること。でその上に去年のみたいにあの言語まで奪われるっていうこと。だから市民運動は比較的に学生運動の控えで起きたけど、今の中心はやっぱりモンゴル人全体の問題になってるっていうことを言えるんですね。やっぱり民主国家と独裁国家は違いますね。民主国家っていうのはきちんとした選挙があります。だから日本の国民に私たちのこの南モンゴルの歴史を含めてこの現状、歴史を知ってもらうっていうのは大きな課題です。これがない限り、これはなくして、これをなくしてその上に国会議員任命できるっていうのはただの空想、空論になってしまう、浮いてしまうっていうことですね。実際の国民がこのことを知って私たちのことを同情して、この日本とモンゴル、南モンゴルの歴史のつながりを深く分かった上での応援っていうのはとても強い、力強い、力強くなる。で南モンゴルクリルタはもちろん長くはない、運動の中ではただ4年、5年にしか、5年しか経ってないですね。2016年にこの東京の国会議員会館でできたばっかりの実は組織ですね。政治、モンゴル人の本当の意味での自由と自決権を勝ち取るための政治的な組織、これをあの日本人の皆さんにも知っていただきたいということはありますね。もちろん政治だけではないですね。政治っていうのはその基盤がある、そのモンゴル人の文化、歴史、生活、環境すべてを含めた組織ですね。一つのまああまり分かってない人はただの一つの政党ではないですかとかいう場合もあるかもしれません。そうではないですね。南モンゴルクルー党はこの南モンゴルのため、南モンゴルの自決権、まあ直接言うと独立のため戦っている組織である。その中に一つの政党だけではない、人民党、自由連盟党とかいろいろ南モンゴル青年連盟、青旗協会とか結成された時無数の組織と個人から結成された組織である。これからもあの私たちはこの南モンゴルコリルテとして、この今南モンゴルで起こっている現状を世界中に訴えていきたい。で世界中の皆さんの同情、もちろん支援、応援をいただきたい。最終的な目的は一番最初に語ったように私たちの独立のためであるということですね。ここで、まあ、あちこちいろんな飛んで話してわけわからなくなったけど、今日の話をここまでにしたいなと思います。はい、ありがとうございました。こんにちは、ジャルと申します。先ほど の、 エグさんの意見を、私の自分の考え、意見を聞いて、ね、自分の考えたことをだけをちょっと言いたいなと思いました。で先日もまた私は一回発表させていただきましたんですけれども、中国政府は私たちモンゴル人を何回も大きな嘘を言った、
それが1935年のいわゆる三号宣言の時から、また1945年の時、自分の連邦制みたいな政治を持ってるんですよ。私たちは第一三大社さっき言うと紹介した1945年の時は中国から中国政府、共産党政府はあまりにもまた力がなかった時に、あなたたちが自分の独立じゃなく独立に近いね、あの時は中国共産党と国民党がまた争ってた時期だから、1947年の5月1日に内モンゴル自治政府というものを作られて、先ほど見たら1949年の12月に終わったということですね。でただ自治政府から自治区となったということはね、よく考えないとそんなに変わりがなさそうに見えるんですけれども、実際はそれは権力すべては奪われたということになります。私はそう思いますが、で言いたいことは中国の中はモンゴルね、内モンゴル自治区とか、あるいは新疆ウイグル自治区、チベットウイグル自治区とかね、最近になってまた香港で特別行政団そういうものは作ったんですけど、全て嘘です。ある地域に自治権力、ある民族に自治権力を持たせる権利はあるということは、これは当民族を騙すため、また国際社会を騙すための一つの手段ですね。こういうやってるんです。モンゴル人なんて騙されて、あ、私たちは自治権力あるからもういいんじゃないですかとかね、思っちゃうんです。それはね、そんなことは全くない。全ての権利ですね、政治、経済、いろんな権利、あらゆる権利は全て中国人が把握して、中国共産党の独裁政府がそれを握ってるんです。それはむしろですね、他の省とかね、他の地域よりはもっとひどくこういう圧迫弾圧をやってることを隠すためにやってるんですね。だから自治政府、自治地区という形に騙されるならば、この民族は絶滅するのが間違いないんです。私はこう思います。これにまたちょっと関連して言いたいのが、日本人の中も日本の日中友好関係ということを言う人もいるしね、これは本当に中国共産党政府のやってるそういう自治区、自治権利はあるとかね、そういうことを関連させて思っていけばいいかなと思います。日中友好関係とを重んじて、これを考えていくことはですね、どういうかな、片思いということは違いないです。ありがとうございました。